どこだろう。あ、看板がありました。看板があったよ。なんか意外と黄色い看板なんですけど目立ちますね。道奥に入ったところなので、はい、元女子プロレスラー田村よし子のアロマドリメイトサロン青コーナー田村よし子、看板見つかったということで、なんでの冗談ですよ。はい、こちらにただいまお邪魔してきます。やろ、怖い怖い。行ってきます。すいません、失礼します。いらっしゃいませ、はあ、この手すりが、この桜ちょっと今、はい、よろよろしているので大丈夫ですか。はい、やったやった。そんなそんな、お手をどうぞどうぞ。おかしいですよ。よいしょ、はい、いいですね。スリッパ入ってください。大丈夫ですか。今日はちょっともう全身がおかしいことになってるんです。こちらお座りになってください。やめてください。あの、いやいや、今までの私たちの関係のあれでお願いします。いやいや、怖い怖いよ、はい、カウンセリングですか。はい、はい、お気にお願いいたします。わかりました、はい、本日の体調いかがですか。悪い、日頃辛いと感じる不快の自覚症状は腰が痛いですね。あり、本日は悪いということなんですけども、どうして全体ですね。全体的に悪くて、今日は本当にちょっとあの地元の方でも通ってたんですけども、はい、もう無理と思って、うん、あの普通のこう整体とかじゃ無理だと思って、もっとなんかあの、はい、でイライラしてる、すごくイライラしてて、はい、そのアロマっていうのはその香りでリラックス効果もすごく高いと聞いたので期待して、ね、とにかく痛いんですけどストレスとかすごくて、はい、自分からなんか黒いオーラが出てるの分かるんですよ。はい、はい、ストレスにすごい丸をいただきました。花粉症とかないですか。花粉症ないです。ないですね、はい、一番この中で特に痛いところってところですか。特に痛いのはちょっと今最近背中がちょっと、はい、あの腰もそうなんですけど背中がなんかちょっとおかしくなってしまいまして、はい、原因は分かりません。原因分かんないですね、はい、妊娠はされてないんですね。よされてないということで、はい、じゃあこちらに入っていただいていいですか。本当に田村様ですか。はい、絶対作ってますよね、声とかも。いやいやいや、素です。いや、自分の引退をされてからあの結構人付き合いが良くない感じなのでお会いしてなかったんですね。あ、いや違います、アイスリボンでサイン会に来ていただいてました。あ、そうですね、3月21日、あれ以来で、でもあの時はプロレス会場だったので田村様だったんですけども、なんか信じられないです、白似合わないですよね。でもこんなこと言っても笑顔っておかしくないですか。怖い、何言ってんの。やだやだやだ、おかしいおかしい、助けて。2007年さくらとの、シングルマッチを振り返りましょう。はいはい、それより試合より先に記者会見をボイコットしてまだ言ってる。もう終わった話じゃないですか。まあ終わった話をするんですけどね。
それが許せなくてなんだこいつと思うんで、はい、いやでもそもそもなんで記者会見をやったら相手が来ると思うんですか。だってこれから戦うのに。そうですけど意気込みやっぱりファンの人は分かんないわけじゃないですか。いやこのご時世に他にもいっぱい訴える手段がある中、なぜ同じ日に同じテーブルに記者会見で来ると思う。その発想がとてもなんか単純というか、こう人を疑うことを知らないというか。あんたってそういう人なんですか。敬語とあんたが混ざってますよ。どうして人はあのみんな自分の想像通りに動くと思うんですか。こうプロレスとはこうあるべきだとか、プロレスラーとはこうあるべきとか、記者会見に行かなきゃいけない義務なんてないですよね。一応仕事じゃないですかこれって。あ、じゃあ田村さんはお仕事だから記者会見に行くという。すごいなんか冷たい感じ。何冷たいの。記者会見の模様も入ってるんでしょうかこれは。さくらってあのちっちゃい子しか戦ってなかったわけじゃないですか、うん、アイスリボンの中でしか。だから私スタミナとか本当にこの子試合できるのかなと思って記者会見で真ん中に来て、だからそれだけなんかそんなことやったんだから絶対試合をちゃんと見せてよねみたいな感じの思いで怒りを込めてこう試合をしたんですけど、なんか試合をしているうちになんかすごい楽しい感じになってきたんですよね。なんか不思議と怒りではなく怒りがなくなってしまうぐらいなんか楽しい感じで、昔 FMW さんとかでも戦わせていただいたんですけど、なんか合うんですよねプロレスが、噛み合うっていうか。あんまりそういう人もいないんですけど、なんかさくらとはなんか楽しいなって、試合が終わった後楽しかったなって思うんです。さくらの手のひらでクルクルクルって田村さんは転がっていたんです。あーそうなのかな。プロレスをやめて幸せになりましょう。はい、高田社長との幸せな家庭よりプロレスを選んださくら。私はプロレスと結婚します。子供が余計な。振られた高田社長はさくらにレスラーとしてさらに上を目指してもらうため、田村とのタイトルマッチを提案。その提案にさくらは断固拒否の姿勢を貫いた。死ねるのがはっきりした。あと本当に40人がいっぱいになれば、あの満員になる一大アイスマッチというところでやれるかを、ラーラーラーアイスリボンとかそういうふうに分かって満足としてる私なんで、本当に田村さんにもう挑戦するって本当に申し訳ない。40人で満足してるのあんだ。この一言にさくらは態度を一変。私は人数のこと言ってんじゃないんだよ。私たちは40人だけど満員なんです。田村のことを集客力のないチャンピオンだと痛烈に批判した。さくら、よろしくわかった。何も分かってないよ。何も分かってない。5月2日後半試験分かってない。田村様対さくら様。何も分かってない。早く試験だ。もういいわよ。試験だ。やったー。いやもう勝手だよ本当に。あの人自由な人。自分は思うんですよ、あのさくらのファンは少ないと思います。田村さんのファンはいっぱいいると思います。でも田村さんのファンの数よりもどちらのファンでもないプロレスファンの方が多いと思うので、このプロレスファンからしたら、自分が取った方が、まあ、ニュースにはなるし面白いと思うんですね。この業界で何か面白いことが起こせそうならば、頑張りたいなっていう気持ちはあります。田村とのタイトルマッチを前にアイスリボンの選手を相手に11人掛けを行ったさくら。腰の負傷にも耐え見事全員から勝利を収めた。そして試合後11人抜きを達成した証としてアイスリボン認定二重視の瞳ベルトが授与された。おい田村、私はな今日11人掛けをした、そして全員に勝った。お前に挑戦する資格は十分にあると思う。
地震とかは全然起きないんですけども、今日戦ったメンバーに恥ずかしくないような戦いをしないといけないなというのは思いました。さっきまではやってやるんだったんで、今この瞬間は嫌になってきました。二冠タイトル調印式に前代未聞の事件が勃発。会見場に向かう途中、気分が悪くなったさくらは会見を欠席。これに怒った田村は誠が持ってきたさくらの保持数二重視の瞳ベルトを強奪。さくらが負けたらゴミ箱に捨てると言い残し会見場を後に。てめえいつまでも負けた何してんじゃねえよてめえ、おい記者会見すっぽかしたんだよ、あいつどういうことか分かってるの。5月6日、皆さん楽しみにしておいてください。ボコボコにするんだ。田村の13度の防衛ロードは必殺のエルボーによって数々の強敵を撃破してきた。水と油、生きるか死ぬか。サクラは奇跡ではなく実力で田村を倒すためフューチャースタープレスという新技を引っ提げこの一戦に挑む。ついに雌雄を決する時が来た。 NWA 認定女子パシフィック &NEO 認定シングル選手権チャンピオン田村よしこ VS チャレンジャーさくらえみ。
勝者田村よしこ。田村やるじゃねえかよ。口だけじゃねえな。アイスリボンの友達がみんなお前についてってんだよ。もっとプロレスを上を目指してくれ。次のアイスリボンの日曜日が気持ちでやっていったら、全員がやっていったらアイスリボンは変わると思うし、女子プロレス界は変わると思います。そうですね、今仕事で悩んでる OL さん、サラリーマンさんに言いたいのは、終わらない仕事はない。はい、それではいきましょう。2試合目、今度私がチャンピオンで、そうなんですよ、田村様を迎え撃つという試合がありました、後楽園ホール。まさかそんなねことが起きるとは思ってもいない。南がのびっくりだったんですよね、私で。そう、私がまさかチャンピオンだって。だからあのネオさんの後楽園大会で一番最後に桜井が入場っていう、あで自分にとって初めての経験だったんです、それは。の経験でもさくらは前と違ってやっぱりチャンピオンらしい風格がありましたね。え、どこに？なんか入場、あ、私はやるよみたいな感じわー、すごい伝わってきました。でもこれは本当に不思議なんですけど、今まで自分ってあの試合前に吐きそうになったり、リング上で吐いたりとか、こういろんなこう緊張とかがあったんですけど、初めて、あ、肝が座るってこういうことなのかなって。うん、そうですね、あの時はやるしかない。うん、それが伝わってきました。であとはこれ私が防衛したら絶対面白いあのこの例えば命が削られても、うん、面白いことのためには勝たなきゃって。うん、なんかエルボーで口から流血をしたの覚えなんかいつもしてるよねいつも口に入れるからでしょ自分は2007年の時に二度と田村様と当たらないという条件で あの試合を受けたんですよ。 そうだね。うん、それなのに小田さん嘘つきと思いましたしょうがないじゃん、しょうがない、チャンピオンになったら、チャンピオンになったって自分は田村様の挑戦を受けないぐらいな。そうだ、あの条件は破られている昨年強行を破りベルトを奪取して以来、絶対王者と言っていい安定感を見せていた高橋七重。勝負どころですね、これは。さあ右、七重の右、どうだ、カウンターメッツ。七重が満を持して指名した最強の挑戦者が田村よしこだった。田村選手と防衛戦やってこそ、そして勝ってこそのチャンピオンだと思います。
女子プロレス今年最大のスーパーファイトとして一気に盛り上がりを見せた七重対北村の2冠戦。しかしここでチャンピオン七重自らが今度は後楽園のわずか2日前、5月3日ファッションネット工業板橋大会で先に2冠戦さくらえみの挑戦を受けることを決めてしまった。ゴールデンウィークは正念場だと思って、もちろん3日やっと決定させられたので3日良い戦いをして皆さんに燃えてもらって自分も燃えて防衛して5月5日後楽園の舞台で田村よしことはタイトルかけなきゃ意味がないと思うんで必ずベルトを持ってリングに上げます。ファッションネット工業で2冠の座をかけ激突した七重と桜、しかしその試合で誰も予想していない結末となる。2冠王者七重の厳しい猛攻に耐え抜いた桜、雪崩式の回転エビ固めを繰り出し起死回生を狙うと、七重はその衝撃で脳震盪を起こし戦闘不能に。大丈夫。せーの。レフェリーストップにより2冠王座は桜へ移動となった。脳震盪を起こし病院へ運ばれた七重は CT スキャンの結果頭部の異常は見つからず大事には至らなかった。日本の新チャンピオンになりました、アイスリボン桜井です。このリングから先に帰ったのは高橋七重ラビ、最後リングに立っているのは桜井です。このベルトは女子プロレスのトップだと高橋七重が言ったように、桜井がこのベルトはトップだということをこれからの戦いで証明したいと思います。こうして誰もが予想していなかった形でチャンピオン桜井恵美に田村よしこが挑戦する2冠戦へとカードが変更された。桜と田村、2年前のベストバウト以来の運命の再会。チャンピオン桜恵美、そして挑戦者田村よしこ、2人の胸に巡っているであろうさまざまな思い、そして葛藤、全ての覚悟を背負い2人のプロレスラーが後楽園ホールのメインイベントのリングへと向かう。メインイベント NMA 認定女子パシフィックナビに NEO 認定シングル選手権、チャンピオン桜恵美 VS 挑戦者田村よしこ。試合に先立ちましてチャンピオン桜恵美選手よりチャンピオンベルトの返還です。本日の名イベント NWA 認定女子パシフィック並びに NEO 認定シングル選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者154パウンド田村よしこ。赤コーナー選手権保持者149パウンド
さくらえみレフリー浅野グレイツめぐみ、はい、
マッチをしようと思って七井がああいうことになってしまってすごいショックで、はっきり言ってタイトルマッチをできる状態ではありませんでした。でもさくらがチャンピオンで、さくらがチャンピオンだったからタイトルマッチができたと思います。さくらありがとう。それから七重、聞こえてるか。お前これで心が折れんじゃねえぞ。必ず田村様対七重をやるぞ。そして田村様が勝つ、これ選手決定だ。いいね、田村さんが決めた、決定。
ね、辛いタイトルマッチ初めてです。ずっとこの件で7年勝つのを信じてずっと待ってましたが、ファッションレント工業でこういう形になって本当にショックです。私より7年はショックかもしれないですけど、でも桜が嫌がらずに後楽園のタイトルマッチに来てくれたことは本当に感謝します。本当今日のメインちゃんとして立てるかっていうのはすごく怖かったんですけど、実際に立てて試合で2冠のベルトがやっと戻ってきて本当に嬉しいです。早くなれ、よくなれよ、挑戦待ってかな。でも私、経営することになってなんかやっぱりさくらが思い浮かぶっていうか、なんか一人でこうアイスリボン頑張ってるじゃないですか、だからそういうのをさくらを見習わないといけないなって思って、嬉しい、すごいいろんなこと考えるじゃないですか、だからそういうのを本当にさくらを見習おうとか思って、いろいろアイデアを嘘みたい、はい、もらおうかなと、何かこアイスリボンのここからこうなったとかっていうのはありますか？アイスリボンが何か参考になったことはあるのでしょうか？だからこれからなんですよね、なんか、なんか突拍子もないこと考えるじゃないですか、だからね、真面目にこうやってても伝わんないわけじゃないですか、なるほど、お客さんに。でもそういうことを発信して、あ、でも看板が黄色だったのが、はい、ちょっとあら、なんか意外な、あ、最初は白だったんですけど、ちょっと目立たないなと思って、そういうことからもこういろいろ考えながらやっていきたいなって思ってます。あと青コーナーっていうのがまた意外だったんですけど、はい、そうですね、青コーナー、一応英語で栄養ってなってるんですけど、はい、なんか A がつくと一番最初にあの目立つじゃないですか、うん、はい、なのでそういうことも考えて、やっぱりプロレスもやってたということで、青コーナーのチャレンジ、なるほど、田村さん、七重戦はどうでしたか？はい、七重戦は急遽前の5月5日にやるはずだったのに変わってしまったんですよね、さくらさんが帰って、でそういうこともあって9月にやらせてもらったんですけど、なんかその時とはなんか違う戦い方、私は七重がチャンピオンとして戦いたかったなっていう思いがあるのでなんかそれがちょっと残念だったなっていうのはありますね。ね、七重がどれだけチャンピオンとして強かったのかっていうのも知りたかったし、で結局9月になって私がチャンピオンで七重が挑戦者ということでやったっていうので、なんかその意味合いが結構違くなってしまったんですよね。だからそのこともあってすごいなんか違った緊張感があった試合だと思います。5月5日の後楽園ホールで予定されていた女子プロレス界のスーパーファイト、チャンピオン高橋七重 VS 挑戦者田村芳子の2冠タイトルマッチ。しかしその2日前、5月3日板橋で高橋七重がまさかのアクシデント、ベルトは桜恵美に移動。5月5日のタイトルマッチはチャンピオン桜恵美 VS 挑戦者田村芳子に変更という緊急事態となった。さあここでどうする、振り回して、あー正面バッサンガー様、田村様の元にベルトが帰ってきた、勝者田村芳子2冠のベルト取り戻したか、
そして新王者となった田村は試合後七重に呼びかける。それから七重、聞こえてるか、お前これで心が折れんじゃねえぞ。必ず田村様対七重やるぞ。そして田村様が勝つ、これ選手権定だ。いいね、田村さんが決めた、決定。リングに戻ってきた七重は桜恵美とのチームを結成し、ミッドサマータッグトーナメントでは決勝で田村を下して優勝。改めて田村への挑戦をアピールした。それに対して田村はまずは桜恵美にシングルで勝ってから挑戦してこいと七重に通告。お前がちゃんとけじめをつけて、ちゃんと臨んでくれ。けじめをつけるべくアイスリボン後楽園大会のメインで七重は桜と再戦。これに勝利してとうとう田村とのスーパーファイトの切符を取り戻した。私が中心に、女子プロの中心に、誰が何と言おうと私が中心になって胸張って言えるように進んでいきたいと思います。過去2冠タイトル戦で絶対的な強さを見せてきたネオのエース、ミス2冠王者田村佳子。女子プロレスの中心を宣言するファッションレッドのリーダー高橋七重。もしも全日本女子プロレスという団体が今も存在したとしても、頂点をかけて戦う運命にあったであろうエースとエースの真っ向勝負。女子プロレス今年最大の大一番、メインイベント、 NWA 認定女子パシフィック&NEO 認定シングル選手権、チャンピオン田村佳子 VS チャレンジャー高橋七重。
赤で、赤で、ワン、ツー、スリー。
試合時間15分経過、15分経過。
だけそれ以上何もない。ただ負けてもちろん満足するわけない。僕次からまた後楽園メインここだけじゃなくてもっとでかいとこまで行けるように諦めないで進んでいく。今日はたまたま負けただけ。ただそれだけ。終わりじゃない高橋じゃないわ。終わらない。それだけ。応援しました。7位から。その5月の相手が7位じゃなかったっていうことで。チャンピオンになったんですけど、ずっと、チャンピオンっぽくないなと、チャンピオンらしくなれなかったです。これから本当にチャンピオンらしく戦っていきたいなと思ってます。でもそう言われて、ピンってくる人が、頭の中によぎりました。その人とやりたいなって今思いました。それは今年は当たってないでしょ。そうですね、ちょっと何年も当たってないですね。その人とやりたくなりました。次は里村戦について。はい、里村戦はネオが10周年ということで大場所川崎でやった試合ですね。その時私全然試合とは関係ないんですけどプリズンブレイクにハマりましてハマりましてすごいなと思ったんです。あまり長いね DVD というか見ないんですけど、なんかそれにすごいハマって、
でも里村戦は10周年ということもあって、なんかいつもとは違った戦いができたような気がするんです。その今プリズンブレイクは何に関係があったんですか？だからこういろんな推理っていうか、なんか展開が早いんですよ。ああはい、っていうのがあって、なんかそういうのを見てると、なんか私もこういう頭になんなきゃいけないっていうのがあって、でそういうこともあって、なんか違った戦いができたような気がするんです。なんか10周年で新たな戦いができた。でもあの時は新たな戦いというよりも、より一層エルボーで叩きのめすみたいな感じだったような気がする。そうだね、その中にも その中にもあったんです。だからそれを見ていただけると本当により深いなと思いますか。具体的にどの辺に作戦があったんですか？やっぱエルボーですけど、でもそのエルボーでもいつもとは違ったやり方をしてるんですよね。だから七色のエルボーみたいな。そうですね、本当そんな感じだと思います。印象に残っている攻防は、はい、攻防エルボー、エルボー、あっちもエルボー使うじゃないですか、うん、切るかな。そのコーナー際でどっちがこう勝てんのかっていう感じがあったんですよね。いつもと一緒じゃないか。違います。コーナーね、追い詰めるんですけど逆にやられる、でも私もやるみたいな、そういう攻防ができたのがすごい私的には嬉しかったな。場外のデスククラッシュがなかったでしたっけ？ローリング戦って、はい、あ、はい、あれいつも失敗しないかな、失敗しないかなと思ってて。なんでですか？いや、自爆した方が面白いなと思って。あなたですよね、受けてくんないのね。あの時にもうなんかすごいやっぱ対戦相手応援しちゃうんですよね。同じ世代のライバルが辞めていってしまいました。そこでまだ戦ってない相手、その人なら熱い戦いができる、そんな人が一人います。それは里村芽衣子。そして2月6日板橋大会、仙台からやってきた里村が見守る中、田村は仙台ガールズの影を下した。相手じゃ物足りなかったようですね。あなたのベルトもネオの10周年も全てかっさらってみせますから、楽しみにしててください。この5年間っていうのは、マガイアが解散してからですね、ベルトが欲しいとかそういう思いが一切なかったんですよ。正直今年はもう本当に勝負の年とするならば、もう形にしていこうと思ってるんですね。まずは頂点のベルトを、本当に今年は田村さんの年にしたいなと思ってるので、本当に今年はやります。本当に10年間日本で頑張ってきたっていうのを見せたいなと思って。ネオの10年の歴史、それは二冠王座の歴史であり、そして田村様の歴史。ネオ10周年川崎市体育館メインイベント、いよいよクライマックス、川崎フルボルテージメインイベント、 NWA 認定女子パシフィック並びに NEO 認定シングル選手権、30分一本勝負、田村芳子 VS 里村芽衣子。チャンピオン田村芳子選手よりチャンピオンベルトの返還です。
の NWA 認定女子プリック並びに NEO 認定シングル選手権試合30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者149パウンド154パウンド田村よしこ。
過、5分経過。佐藤さん、しっかりしっかりしっかり。佐藤さん。やっと。はい。行け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 。Yeah!
ですか。10分経過、10分経過。Bye.
10年前はネオは女子プロレス界で一番の弱小団体でした。そして今10年経ったネオは女子プロレスの中心にいります。これからもずっとずっとネオが盛り上げていく、これ選手権定だ。今田村さんが決めた決定。対戦相手の歴史においても経験においても私の方が全て上だと思います。そう思ってリングに上がって田村と戦いましたが、今日はっきり言ってその今まで持ってた自分の思いが勘違いだったということが分かりました。もう今日ので田村の力というのが分かったので、すぐにでもリベンジしたいです。私はどうしても今日は勝つべきだった。見てなんかリズムが一緒だなって思ったんですよ。なんか私と同じリズムっていう人があまりいないので、なんか本当にやっててリズムが一緒なんだな、一緒のなんかリズムで動いてるような気がしました。いろんなところが蹴りが来るじゃないですか。そういうのもあまり本当に戦った中でいなかったので、すごいオリジナリティがある選手だなって思いました。本当に10周年、ネオの10周年というのは本当に私プロレス生活でもこのネオっていうのは本当に濃い10年間だったんですよ。で20年間の興行をニカンドベルトで、こういう里村、15年間ずっと戦ってない里村とは戦っているので、本当なんか本当このためにこうずっと戦ってこなかったのかなっていう感じですね。本当に15年間貯めてきてよかったなっていう感じですね。